しますね。そうですね、はい、まあ、打つ方もね、いい状態で戻ってき、てるんですけども、はい、やっぱりこうジャイアンツからすると若林選手を出塁させるようなことになるとね、かなり気も使うと思いますから、はい、まあ、この辺りはね、ちょっとこう注目かなと思いますね、はい、ストレートでいきます。ちょっと森の今シーズン終盤にちょっと息切れをね、するが出てくるんですかね。レフトの打球振り抜いた打球は見送って、いません、レフトへの打球です。牧が使っている、牧がレフトフライでした。ワンアウトです。大きな打球だと今一瞬思ったんですけどね、はい、違いましたね。見送ってまでつけられたんでね、今構えてましたね。今川今これ大きい感じで言ったから思った。いやいや、詰まり気味でしたよね、またあの今川の演技が入ったのかとね、一瞬思いましたけれども、完全に解説者魂ですね、失礼いたしました。すまん、テイクトを狙ってきます。バットちょっと出かかりました。まあ、久々に上がってきたの。さあ、今日は試合前に今日解説の森本ひとりさんとともにこのキツネダンスのねレクチャーを受けましたけれども、これがあの札幌ドームでね実際行われている。あれ、森本さんいらっしゃいませんか。これは姉です。というね、今日はスペシャルな日にもなっています。完全に今僕の顔でしたよね。いや、ただ森本さんのお姉様もこのキツネダンスの噂を聞きつけてですか。乗ってましたね、うん、乗ってましたね。今ねざわついてますよ。今ざわついてますこの顔裏中継見てる皆さん、ちょっと森本兄弟見すぎだろうと。ちょっとこれ抜けていきました。多少のフォアボールなんかも少なかったりもしますが、その辺は関根も打ち上げまして、これセカンド八千が掴んでいます。これで3アウトになっています。さあ今日は8回今日の西です。おっと珍しいですね。ちょっとバランス崩しましたか。途中で投げるのをやめたという感じでした ね、はい、これは逆方向ですがファンです。ここで外へちょっと流れてかピッチャーゴロだ。あとランナー飛び出している。山川が飛び出してそこにもピッチャーそのまま行きました。三塁と二塁で挟んでその間に栗山も二塁へ。ワンアウトランナー二塁に変わります。最後の最後突き放しての援護、西川投手が5勝目を挙げております。お茶目な表情を見せた石川投手でしたが、清水さんいかがですか。すごいフィールディングですね。鮮やかにこう飛んで送球見せました。